テレファング RTA おまけの部、始まるよ。前回で、ゲーム本編の方を、なんとかクリアいたしました。今回は、そのクリア後の世界を、冒険してみましょう。それでは続きへ、行くぞー。というわけで、始まりの地、トロンコ村から再開。ゲームによっては、ラスボス前に、戻されたりしますが、本作は、ちゃんと、平和な世界を歩けます。住人も、主人公たちの活躍を、しっかり把握しており、話しかけると、最大級の賛辞を、送ってもらえます。さて、ルンルン気分で来たのは、トロンコ村の水源地。ふと見ると、開かずの扉が、開いていました。奥には、謎の宝箱が、近づいてみると、は。なんと中から、カラフルお姉さんが登場。しかも二人。なんだこれは、たまげたなぁ。異様な事態に、刺し物工事もたじたじ。しかし相手は、勢いそのままに、マッチ立てます。赤い方が、星野さんで、緑の方が、小川さん。二人合わせて、スマイルシスターズ。知らないよ。この方々は、電獣界のすべてを、極め尽くしたそうで、最強のティーファンガーと呼ばれ、浮ついてるコウジ君を、二人がかりで、ぽってり絞りに来たそうです。マジで戦うんすか？何の準備も、してないのに。まあ、ラスボスも倒したし、楽勝でしょう。それじゃあ、小川さんをなしやす。オフスお願いします。あ。レベル99。だと。そう。スマイルシスターズは、手持ち全員、レベルマックス。ラスボスが、レベル72でしたが、それを、はるかに超えています。電獣界を極めたというのは、どうやら、嘘ではなさそうですね。しかし、ざっと見た感じ、種族は何以下。そして幸い、トロンコ村は、終盤ダンジョンの近所。よし、ベストメンバーで、軽くひねってやるぜ。と、そんな感じに、フラグを立ててみましたが、実際、小川さんの方は、それほど怖くありません。敵の、プニカとリリオペは、攻撃成長率 C なので、それなりの電獣なら、火ダメは、一桁で済んじゃいます。唯一怖いのは、こちらの乗り移り。すべての成長率が D なので、まさに、エース級の危険と。普通に殴られるだけでも、かなり痛いですし。リリオペの下焼けが入ると、大抵の電獣は、即を打仏です。む。弱い。こんな感じなので、他に体は、あんまり心配いりません。ただ、リリオペは下焼け、プニカは回復を持っている上、素早さや防御があるので、補助役としては、意外といやらしいですね。まあ、エースを殺せば済むんだよ。芭蕉様、やっちゃってください。有利属性でも、このダメージですか。やはり、さすがにレベル99。そう簡単には、いきませんね。しかし、必ず勝機は来ます。動かれまくりますが、そこをじっと、耐え忍び。さあ、やっとこちらのターン。ぶっつぶせー。いいねー。ナイスクリちゃん。さて、乗り移りさえ消えてしまえば、あとは消化試合。まあ、こちらも、場所のみとなりましたが。しかし敵は、貧弱電獣みたい。何の問題ですか？ふん、今さらそんなもの。しまった。下焼けの怖さは、一番わかってるはずなのに。チーン。くっそー。ちょっと甘かったですかね。こうなったら、こちらも電獣界を、極め尽くして。奴らに絶対、一泡吹かせてやりましょう。というわけで、再び世界を、旅するのですが、その前に、仲間の強化を、しておきましょう。黄金のボンボンを買い込み、相棒ファンガスを、
英才教育。ボンボンは、誰が読んでも成長します。究極の漫画なんですね。はい、それではお外で、レベルアップ。本編のレベル上げでも、相手はグミ君でしたね。とにかく、これでレベル60。最終進化です。かっこいい。ファング王は、技も成長率も、なかなかハイレベルな伝授。特に、専用技の伝魔手裏剣は、最高威力を誇りますよ。さて、そんなわけで、ペペリ山にやってきました。あいつ、ここにいるかな？お、いましたね。悪魔伝授、キックソフィー君です。神伝授に怒られてから、お家でずっと、プルプルしていた様子。カクト水石まで行って、仕返しするとか、息巻いていましたが、あれだけ恥をかいては、もう、そんな気力もないはずです。というわけで、お友達になってあげましょう。友達前に、やることは一つ。レッツテレファング。キックソフィーは、レベル99。なんだかんだ言って、実力者です。でもまあ、霜焼けと、蛇さんの牙にかかっては。はい、こんなもんです。しかし、初対面時に比べると、塩らしくなったなぁ。よっぽど、神殿獣に怒られたのが、怖かったんでしょうか。まあ、こいつにとっても、兄上みたいなもんでしょうしね。キックソフィー君、初めての番号交換に、なんだか感慨深げ。まんざらでもない様子で、コウジ君を、受け入れてくれました。まあぶっちゃけ、呼ぶことはないんですけどね。あ、でも、進化だけはさせときましょう。まず、最終進化の伝授に、テレカを使いまして。最上級の DNA、ギガイア00を採取。そしてそれを、お店のカウンターで与えると。はい、実験進化開始。進化先はもちろん。そう、ゴーラキングです。別に、大して強くないのは、変わらないんですけど。さて、ペペリ山を降りて、フラウラ村に、戻ったコウジ。そういえば、こっちの方って、来たことなかったなぁ。なんだこの穴は。入ってみると、そこには、妙竹林な伝授が。ぱっと見、単細胞生物か何かにしか、見えませんか。こちらはデンデル君。クリア後に出てくる、レア伝授です。なんで、こんなところにいるのか、なんでこんなに、好奇心旺盛なのか。キャラクターの背景は、すべて謎。正直、よくわからん伝授です。なんか頭に、アンテナっぽいのが、ついていますし。D ショットの流入で、突如生まれた、異質な存在。とか、そういうわけでもないんでしょうか。どうも、ぼっちらしいので、コウジが友達になってあげます。というわけで、デンデル加入。電気技の、使えてみたいですね。ちなみに、パワーバージョンだと、種族が違っており、こちらの、テレテルというキャラが、仲間になります。図鑑だと、なんか明るい感じですが、実際は、ちょっと恥ずかしがりや、性格は、名前まんまのようです。さて、続いてやってきたのは、ブリオン遺跡。ここには、命の木があるという、話でしたが、野郎を止めるのに必死で、全然、それどころじゃありませんでした。せっかくだから、探し出して、見物しときましょう。こっちかな？うん？あ、野郎の野郎じゃないか。なぜ生きている？しかし野郎は、こちらを無視し、蝶々ととことこ、追いかけっこ。おいゴルア、いい加減にしろ。もっぺんやるかこの野郎。うん、生まれたばかり？どういうことでしょう。それっぽいこと言ってましたが、マジで転生したのか。ということは。はい、これが噂の、命の木なんすねー。
見た目は、アンテナの木と変わりません。開発の都合でしょうか。赤ちゃん野郎は、純粋無垢。まるで、印象が違います。まあ、今まで出会った電獣は、みんな、いいやつでしたし。あいつも昔は、こんな感じだったんでしょうね。コウジ君は、野郎とも、番号交換することに。相変わらず、分け隔てのない、フレンドリーさです。というわけで、ラスボス野郎も、仲間に加入。野郎は、生まれたばかりのくせに、レベル40もあります。強い。もしかすると、その強さゆえに、孤独だったりしたんでしょうか。暴走のきっかけは、人間界への、気づきでしたが、それ以前に歪んでないと、あんなことしないでしょうし。しかし、今度はコウジが、その手を取ってあげました。Dショットという、友達作りのツールも、あることですし。これなら、一人で暴走することは、おそらくないでしょう。そう考えると、今回の騒動も、いい面はあったかもしれません。さてこれで、クリア後限定電獣は、全部となります。ちょっと少ないですが、これはしょうがないね。あ、そうそう。野郎ももちろん、進化できます。改造アイテム、タイタニウムで、ドゥームズデイに進化。タイタニウムは、トリパ村にて、1200円で売られています。命の木での進化が、簡単にできて、ちょっと拍子抜け。さて、世界を巡っていると、こんな人とも、再会しました。カクトス以来の、カイ君です。結局、あのままフェードアウトでしたね。っていうか、この子の掘り下げとかも、ほとんどなかったなぁ。出会った当初は、電獣を兵隊呼ばわりとか、かなり尖っていましたが、一体何が、この子をそこまで、狂わせたんでしょうか。漫画版だと、そこら辺の事情とか、なんかわかるんですかね。改心した回から、ジムノス君を、正式に譲り受けました。別に、電話番号くらい、自分も持ってていいと思いますが。まあ、それなら遠慮なく、好きにさせていただくぜ。ジムノスは、進化させまくると、ジムザタンになります。かなり強いですが、素早さしいが、非常にもったいない感じ。アンジオスの方は、素早さ D なので、ちょっと格差がありますね。さて、こちらはパンテス村。ここには、ネリカラがいました。クリア後の出現ではありませんが、一応、見ておきましょう。なんだお前。草むらの隅っこで、一体何してる？しかしこいつら、ヘイファンガー大会以降、全く出ませんでしたね。サナエバとも無関係っぽいし、どういう立ち位置だったんでしょう。まあ、ほのぼの悪党という感じは、序盤としては良かったですが。さて、本編でも言いましたが、こいつは、弁当屋を始めました。その名も、カクザアベニュー。人気商品は、カクザデラックスです。練りから渾身の一作に、コウジ君も、ご満悦。電獣界でも、じわじわ広がっている様子。こんな才能があったとはなぁ。あ、ちなみに今の選択肢、家を選ぶと、普通に拒否します。選び直しもできないので、プレイする方は、一応ご注意を。何はともあれ、角砂糖も、丸く収まったようです。よかったよかった。そういえば、タバスコがいませんね。栄養活動かな。さて、緩和9台。本筋に戻りましょう。いろいろ回って、新たな友達も、増えましたが。まだ、こちらが残っています。隠し電話番号です。強力なレア電獣を、無償で呼び出せる、秘密のパスワード。せっかくなので、こちらもドドンと、紹介しちゃいましょう。なお、これらの番号、どこに載っていたかというと、テレビ CM や、コミックス、おもちゃの説明書などなど、ありとあらゆるところに、ちょっとずつ、載っていたそうです。当時、自力でコンプした方はいらっしゃるんでしょうか。それでは行きましょう。レディー、ゴー。
以上、各地番号伝授のご紹介でした。さて、伝授会の再冒険も十分堪能したところで、お満たせいたしました。スマイルシスターズにリベンジの時です。あの後、ボンボン読み放題で、スタメンの強化も行い、起用する全員をレベル70まで育ててきました。ちなみにメンバーは、初めての友達、ファンガスくんに、ラスボスのブームズデイ、隠し番号のルスカスを選びました。さあ、時は来た。これが真の最終決戦です。行くぞー。お願いします。さあ、それでは小川さんとの再試合、未だにレベル差は大きいですが、しかしこいつらは一味違いますよ。お、回ってきましたね。よーし、くらえ。いいねー、さすがラスボス。いやまあ、場所と変わらないんですが、でも気分が違います。それに他のメンバーもすごいですよ。さあ行け、ファングオー。はいはい、いつもの。せっかく、電魔手裏剣の見せ所だったのに。まあいい、ルスカスくん、やってしまいなさい。ふんがー。オッケー。ルスカスの能力も、場所とほぼ同じ。岩山属性、強いっすね。ちなみにこのルスカス、改造進化できるんですが、進化すると、技がしょぼくなります。どうして?と、ファンが好きました。あれ?なんだよ、全然しょぼしょぼじゃねえか。それもそのはず、この子の攻撃は、たったの B? いくら、攻撃力の、強い技を持っていても、レベル差を埋めない限り、人権はありません。悲しい。じゃあ、なんで使ったか?それはもちろん、好きだからです。あと、A と B の壁が、よくわかるかなと思ったので。とか言ってると、もう終わっちゃった。リベンジ完了です。どんな気持ちや?はぁ?結構、正直な性格でしたね。バトルに勝つと、改造アイテム、ダイヤモンドを入手。これは、お店で売られています。値段は、たったの1000円。しかも、進化に使える電銃は、一種類だけ。あんまりいらないかも。ママ A は、じゃ、星野さんも倒しましょう。うん。あれ、もしかして、一人だけしか戦えないの?というわけで、リセットしてきました。おお、危ない危ない。オッスお願いします。さーて、星野さんのお手持ちは、あ、場所、だと。そう、実は星野さんこそ、最強の T ファンガー。レベルだけでなく、種族もガチガチ。小川さんとは、格が違います。なぜ、これほど差があるのか、よくわかりませんか。こちらを倒さなければ、最強は名乗れませんよ。というわけで、星野さんとのバトル開始。始まると同時に、敵3連中の、超絶ラッシュがやってきます。まずは、素早さ B の鉄線。温風で助かりました。って、2回行動とは、激しいですね。そして、お次は芭蕉さん。最高クラスの破壊力に、霜焼けブレス。星野さんのエースです。さらに、空属性の元気穴、素早さ B の攻撃 A。こうしてみると、本当にきついわね。正直、勝てそうにないですが、あがけるだけあがきましょう。野郎たちなら、攻撃力は、負けてませんか。おお、ラッキー電魔、これはありがたい。それでは今のうちに、元気穴を倒しましょう。よし。なんとか、一矢報いました。しかし、ここからがパハ。なんと、芭蕉までもガチャージング。なんて幸運だー。これなら、ワンチャン勝てるかも。次に、霜焼けかけられれば。ふぅ。さ
さあ、ここで一発、当てられるか。よっしゃ。実は、本当はここで、負けておいて。全員、レベル99で再戦、という考えだったのですが。これは、マジで勝てそうです。それならそれで、助かります。しかし、天魔攻撃は、やっぱり隙だらけっすね。さすがに開発チームも、これは良くないと思ったのか。続編の2では、TP 消費で打てる、普通の必殺技になりました。独自性は薄くなりましたが、使い勝手は、格段に上がっています。さあ、残すは鉄線だけ。一気に叩いてしまいましょう。成し遂げたぜ。予想外の、一発突破。運が良ければ、いけるもんですね。星野さんも、なかなかストレート。いいキャラしてんなお前ら。あ、もらえるものは、さっきと同じ。石ころ10個でした。というわけで、テレファング RTA、クリア後おまけ。長くなりましたが、これにて終了です。ここまでご視聴いただいた、皆様方。改めて、誠にありがとうございました。